アイカンヤマユニットは東京都渋谷区恵比寿西にあるライブハウスクラブである。バーなどを併設した地下3階建ての音楽複合施設となっている。アイカンヤマユニットはオープン2年前に企画が立てられ2004年7月4日オープンした。設立に携わったスタンドワークスによればライブハウスとクラブとの融合を目指した新宿リックウィドリウムを原点として それを発展させるコンセプトで建設された。その後、2012年7月6日7日にはオープン8周年を記念し、ユニット 8th アニバーサリーパーティーを開催している。日本に限らず、アジア系の音楽イベントも開催されており、2019年時点では、スタンドワークスから分社したタイプにによって運営されている。山、ま。 やりが先交差点付近のザハウスビル内に位置し、ライブスペースのある地下2階のユニットのほか、地下1階の多目的スペース B1 フラットと地下3階のバー、サルーンで構成される。天井高5.1メートルのライブフロアは、スタンディングで550名が収容可能となっている。B1 フラットは、もともとカフェとして営業されていた。 ユニスを2019年8月に改装をオープンした空間でキッチンやバーカウンターを備えている。サルーンは音楽の流れる30席を備えたバーであり、2007年の改装に伴い吊り下げ式のスピーカーが備え付けられた。愛ンやマイユニットではこれらの3つの施設を連動させたイベントの開催も可能としている。ありがとうございます。